もこんばんは、よろしくお願いします。今ゲームが始まりました。コロコロ対コリンチャンス、エキシビションマッチです。コリンチャンスがこの試合は 4-5-1 のシステムで立ち上がり臨んできました。そうですね、中盤サイドトップそれぞれと役割がはっきりしてますよね、はい、中盤はビルドアップの要、守備では相手の中盤を潰す役割になりますよね。なるほど。次にサイドなんですけども、うん、ウィング的な役割、サイドアタックに徹した攻撃が主流ですよね、はい、そして特徴でもあるトップがポイントになってくるんですよね。どうだ、ジョー、サイドのスペースを使います。出ましたね。アーテを使います。ここで前を向けるか、どうだ、アウトまで来た。コリンチャンス完全にディフェンスが一歩遅れた形になりました。しかし惜しいシーン、チャンスがありません。ですがポゼッションは上回っているという状況です。こういう時シュート、守護神触る、これはよく止めました。いやファインセーブですよね、よく止めましたね。これここで見せてくれました。カッシュ、コロコロは2本目のコーナー、縦に走らせます。オフサイドになります。この位置でオフサイドかかるわけですから相当コンパクトですよね。バルディビア、自分で行くのか、打てますよ。ここどうだ、シュート、ディフェンスの緩慢なプレーにしっかりつけ込む、いいシュートでした。コロコロは3本目のコーナーになります。ドルーズボール、右サイドへ振って、さあどこに出してくる、シュート、来た、先制、コロコロ、コロコロ先制に成功。もうここしかないというコースをきっちり決めてきます。コースを狙って振り抜いていった感じですよね。気持ちで打ち込んでいったシュートに見えましたね。これはコロコロ1点先制しましたけど安心はできないですよね、はい、当然相手はアグレッシブに攻めてくるわけですから、攻守のバランスをうまく取っていかないといけませんよね。なるほど。アルディビア、ルーズになる、来ましたよ、抜けてくる、バルディビアから中、長いボール縦へ、ここも固い守りでボールを奪います。コロコロ、マルデスからのフィードボール、コロコロとしてはこれだけ奪えてるっていうことはミドルサードではほとんど仕事をさせてないでしょうね。バエサどうする、撫でるようなボールタッチ、
自分で持っていくか、シュート、いやー追加点、コロコロ連続ゴール、コロコロ、これ打つモーションまでの前が、北澤さん、とにかくキレキレでしたね。そうですね、ドリブルでゴール前に持ち込んでね、普通はちょっと焦ってしまうところなんですけどもね、はい、ついて確実に決めてきましたよね。そうですね、さらにとリスタートと思いきや、ここで笛、しかしこの追加点は驚きましたね。このまま終了しそうな雰囲気もありましたからね。そうですね、このゴールは大きいですよね。ですが相手もまだまだすっぴり同性ですからね、後半期待したいですね。コロコロが2対0とリードして後半を迎えます。シュート、ちょっとつくことができなかったか、ディフェンス陣非常にこうアングルを見つけながらね、ボールを持ち直してシュートコース見つけてましたよね。そうですね、バエサ、裏を狙っていきます、チャンス抜けた、いけるか、オドリギーニョ、ジョー、コロコロ固いディフェンス、この位置で受ける、これ仕掛けるか、仕掛けるか、シュート、追加点、コロコロ、コロコロ3点のリード、ダメ押しゴールになるのか、今のシュート前のワンタッチ、あれで勝負あったという感じでしたよね。そうですね、シュートからゴールまでしっかりイメージした状態でトラップできていたことがこのゴールにつながったと思いますね。なるほど、今日2点目のゴールです。フットボールではある程度はシュート、イレルミカマーション、このゴールとしては中盤はほとんどスペースを与えないっていう意図が見えますよね。ボールアプローチに気持ちが入ってますからね。いやー、かなりいい位置まで持ってかれましたからね、やむを得ない選択だったんでしょうね。注意に終わりました。これは直接狙える位置です。追加点のチャンス、直接キーパー素晴らしい反応を見せました。コロコロ入ってもおかしくない決定的なシーンがありました。さあつながるか、バギネル、長いボールを送ります、これはつながりません。サイドを使う、スルーパスを出す、激しいものがあります。大きく縦に送ります。ここで収まる。オフサイドですか。飛び出しがちょっと早かったようです。いや、本当ディフェンスラインギリギリですよね。バエサ、裏へのスルーパス。ジョー、プレスからボールがこぼれる、スペースへ出す、さあ左へ預けて、ふわっと裏を狙う、このボールはつながりません。笛です、3対0、コロコロ完勝です。見事に勝ちました。
さて北澤さん、本日のゲームいかがでしたか？コロコロとして